スです、はい、まだシミ一つない裏若き頃の話。姉が美容室でナチュラルパーマをしてきたら思いのほか可愛くなっていたので、これは私も同じ美容院へ行ったら髪だけでもおしゃれになるはず、服のセンスはなくても可愛く見えるかもしれないやっさと思い、早速どこでやってもらったのって聞くと、ガソリンスタンドの後ろのところよっていうので、あはー、あっちの上の方のガソリンスタンドね、 OK と場所もバッチリ確認、うん、私はショートカットだったので少し伸びるのを待ってから行くことに、うん、頃合いを見て3ヶ月後ウキウキしながら朝一で店に入り、意気揚々とパーマをオーダー、はい、美容師のおばさんにパーマですか、大丈夫ですかと聞かれた気はしますが、浮かれていたので、はいと答えて、カーラーを巻き巻きされながら、次々と入ってくるお客さんを見てたんです。はい、子供、おじさん、中学生、おじさん。え、この時点でうすうす気づいていました。胸がざわつくのを。美容室、うん、そして出来上がりを見た瞬間、うん、確信しました。まるで頭の上にブロッコリーが乗っかっているような大量の黒髪、どんな夢をこなしても実験に失敗したい気味がボーンってやつね引き連れ私と美容師のおばさん、不思議そうにこちらを見てるおじさんたち家に帰ると大爆笑の姉、あ、後に分かったのは美容室は閉店してしまい、はい、別の美容室になっていたの。だからおじさんばっか来てたんだ。あの時はみんなにバカにされて写真を撮られて散々でしたが、くるくる回る赤と青と白の看板があるとこは理髪店だとその時初めて知りました、はい、学校で教えてほしかったですマリさんもパーマには気をつけて、草だいね気をつけて草ださいねって書いてある草ださいってあるんだ、ブスギじゃないに並ぶぐらいですね、草ださいって気をつけて草ださい草ださいここもうちょっと気をつけてそっちがね、気をつけてって感じだよね。でマリパーマ当たらないんだよね。あーパーマ当たらない、パーマ当たらないかからない、うん、でも髪質がそういうことでしょ。そう、そういうこと。外国人の髪質って言われる。色は入るけど。外国の人用の美容室行ったらどんな、外国で例えばスペインに行った時にパ、あ、やったことないか、パーマスペインまで行ってね。そうね。そうね。だからマリのお母さんめっちゃカーリーでしょ。そう。ストレートパーマって言ってもすぐ戻るから。逆に。髪質は一緒だわけ。ああでも。まっすぐかカーリーかの違いだわけ。すごいね、うん、全然違うね、親子で全然違う。でも髪質は一緒だ、ね、面白いね、うん、私はもうすぐかかるんだよパーマ。そっか、羨ましい。ちょっと癖が入ってるみたいで、何回かチャレンジするんだけど、うん、めっちゃ本当に髪が死ぬぐらいやってやっとなんとかなるかもうごわんごわんになっちゃってか、もう普通にやったらちぎれちゃうんじゃない、寝癖って言われるよね。あ、そう、うん、パーマが寝癖。なんでね、今日寝癖って言われるの傷つくよねパーマです、昨日パーマ当てたんですけどって1万3000の寝癖ですって